4月26日月曜日、前場の取引が終了しました。日経平均は先週金曜日に比べて74円73銭高い 29,000 トンで95円36銭での終わりとなっています。ニューヨーク市場が3指数ともにプラスで戻ってきました。最高値更新にもう少しというところで戻ってきていて、ニューヨーク市場リスクオンという雰囲気で強い相場が続いていますが、東京市場はやはり緊急事態宣言発令の効果を見守る動き、あるいは今週から本格化します3月決算の発表を見守りたいというムードも強いようで、高寄りした後日経平均は一時マイナス水準まで売られる局面もありました。その後も高値もプラスの水準まで顔を出しましたが、なかなか上値を買い切れないというそんなような動きになっています。トピックスも3ポイントプラス、そして JPX 日経インデックス400も32ポイントのプラスと、3指数ともにプラスの動きとなっています。ただ売買代金が9910億円と1兆円前場で割り込むという形で、なかなか買い気が盛り上がらない、そんなような雰囲気のマーケットとなっています。月曜日前場ということで、商いの薄いのはやむを得ないんですけれども、全体に気迷い感が強くて方向感が見出せない、それでもって投資家の物色意欲がなかなか盛り上がらないという、そんな状況に陥っているようなマーケットです。そうした中で、個別には例えば9202 ANA ホールディングスが 5% を超す値上がり率で、株価急伸しています。先週金曜日に21年3月期過去最大の最終赤字を計上すると、決算明らかにしましたが、従来予想に比べてその赤字幅自体は大幅に縮小していたことで、いわば好感高につながっています。悪抜け、というそんなような心理状態でしょうか。また JAL も株価大幅に上昇しています。その他鉄道や陸運といったいわばアフターコロナ関連銘柄が株価上昇していました。今回の緊急事態宣言発令に伴う感染収束への期待がこうした内需系のですねアフターコロナ関連銘柄に現れているという、そんな動きだったと思われます。一方で先週木曜日にですね、3月決算を発表しました日本電産6594は続落となりました。その決算に対して市場予想を下回る水準、今期も増益過去最高利益更新を見込んではいるんですけれども、市場予想に届かないということで、先週金曜日には株価急落していましたが、なかなか売り物が止まらずに今日も続落となっていました。その他安川電機も続落と、こうした、決算に対する失望感を味わっている銘柄はなお売り物勝ちの状況となっています。以上アローズスタジオから26日前場の概況をお送りいたしました。